プルでアクセントつけたいんですけど、はい、あここは黒木が中に入ってくる、ワンツーで抜け出した黒木のシュート、京都サンガ FC 黒木のゴールでまずは先制しました。後半の手元の時計で26分、このワンタッチプレーですよね。やっぱワンタッチが2つ続きましたから、はい、まあ、先ほどちょっとコメントの途中だったんですけど、まあ、ドリブルでなかなかこうアクセントをつけて切り込めないという中で、やっぱりこのワンタッチだと、まあ、その芝生の引っかかりも回避できるので、まあ、そういったシーンがゴールにつながるのかなというところはイメージしてたんですけど、まさにそういうシーンがです